はるかに美味だ。見ろ見ろ、軍玉閣が空に浮いたぞ。でもそれはまだ再建が。ヤコブ、北斗もいる。それに軍玉閣はかな適した浮上の石の。その後の作業は上空で。百分さん、新しい素材を持ってきたんだが。少々お待ちください。再建作業が順調に進んでいるのもあなたが見つけてくれた浮上の石のおかげです。行幸様もあなたたちに期待しているとおっしゃっていました。よっ、まさか一番重要な浮上の石を。北斗も。ああ、名家浮上石。そうだ、紹介しよう。彼女はリーユエの看板役者の雲錦、雲先生だ。こんにちは。この二人はパイモンと旅人、私の古くからの知り合いだ。それとそっちの彼女は初めて会うな。神格、二人の友人だ。雲先生もお二方の異名はよく。実はお聞きしたい。いや、行幸殿に聞き。それなら人行幸さんが定め、お互い競い合うよりも。おお、そう。一番困難であろう。そうだろう、雲先生。はい、そのような。よし、なら私から情報を共有しよう。戦革新の政策は特に難しくないが、素材となる鉱石の準備。リーユエ港に戻って艦砲鉄器の翔さんに聞いてみてはいかがでしょうか。よし、方針。それじゃ私は行くとしよう。また後でな。オイラたちも出発しよう。あ、そうだ、実は今。おお、どんな劇なんだ。オイラも見てみたい。父が民間の伝承をもとに心血を注ぎ描いた劇の名を神女壁艦と言います。申し遅れました。雲錦すまんで、ただいや、なるほど。俺の記憶が正しければ苦労はすると思うが、時間をかければかん。すまんが、それもちろん。天鉱山、そういえば真の壁艦も天鉱山を舞台にした物語です。天鉱山の環境は素晴らしいもので、多くそこなら何か新た。幼い頃、父と一緒に天鉱山を訪れたことがあります。あまりにも高い山でしたので、頂上にたどり着いた時には足今日その思い出深い地を再び巡ることになるのですね。神女壁艦の伝説がこの地で生まれたのもうなずけます。雲錦がもうすぐやる劇って、神女、その神女壁。ええ、これはとある人が英雄になる物語です。英雄、オイラ、英雄のお話は大好きだぞ。これは天鉱山における最初の伝説でもあります。その村には
特に仲のいい夫婦がいました。しかしある日、どこからともなく恐ろしい魔物が現れます。外で薬草をと魔物はとてもご、なん、しかしそのま誰の子供を魔物に捧げるか。その少女ってまさか。少女はふつまの剣を身に隠し、怯えたふりをしながら魔物の巣へと近づきました。そしてその後、少女は優れた素質から仙人に引き取ら、病病たるこの世、晴れゆく霧、これが真女壁館の最後です。なかなか面白い物語。ただ我が思うに、そのもろ手を挙げて称賛するのはいささそのように考えたことは。劇を創作する際、この劇を父が書いたと。ああ、でも良い物語であることには違いない。わ、うんうん、動かないでね。スオパー、師匠の技を食らいなさい。それ、かけっこしましょう。先ほど道すがらあたりを眺めていたところ、村が見えたような気がします。翔さんに現地の人に聞いて。おお、本当に人がいる。運慶の見間違いじゃなかったみたいだな。あれ、聞こ、すみません、通りすがりの。うわ、村で手がかりを作新閣運慶。すまない、先に言っていてくれ。我は彼と話がしたい。よいか、明春爺よ。お前は神格だ。神格、すまない、非化石のありかを俺は知らん。この村はとうに廃れている。え、ありがとうございます。あの明春さんという方。ああ、そう。
これは神格さん。よく考えてみますと、彼女と会話するとき、そしてこの記録から一つのことが分かります。彼女は自ら望んで名乗りを上げたのではなく、はあ、まさかこのような事実が隠されていたとは。父が書いた神女壁。これらを踏まえると、神格さんの父は亡き妻への執着が悲劇の引き金となり、そして真実を知らない村人たちは別の地へと移り住んだ。ここが廃村になったのもうなずけます。ただ先ほどお会いした明春さんは神格さん、はぁ、一通り回ってみたけど非化石に関する記録はなかったな。あっちの方も探してみよう。これだ。どうやら夕方に、よし戻っ、やっ、1年前、俺は毎年。なぜ謝る必要がある？愛する者のためならば。その、それは分からぬ。過去のことを口にしても。そうか。神格、戻ったぞ。じゃあ俺はこれで失礼する。お前が無事だったということを知れて俺はほっとしたよ。今度機会があったら昔のことをもっと話そう。おじさん、ありがとな。おかげで手がかりが見つかったぞ。ほら見ろよ神格、これに非化石の手がかりが書いてあったんだ。そうか。あ、神格さん、一つご相談したい。先ほどあなたの父親が書いた手記を村の中で見つけました。なぜ。先ほどもお話ししたように、劇とは実際に起きた出来事を改変したもの。それでも劇の主役となった方がすぐ目の前にいるのです。構わない。先ほど主が語った劇よ。え？己の力を人のために。それゆえ今までこのように。いえ、ご安心。私から見て、あの神格、ウォンキー、おしゃべりしてないで早く出発しようぜ。じゃないと。Thank you.
戻っ。北斗の方は順調かな。ああ、お前たちが見つけた素材は、こりゃ俺もよっ。どうだい、そっちの収穫は。こっちはちょっとした問題があってな。実は数輪のやつ戦機革新の生産、大丈夫では、こちらは翔さんにおまく我が用意しよう。神格が、ああ、長年初めて会った時に言ったはずだ。元よりここへは戦火呪符のた、それと同時に師匠はこれを機に、果たして、ふん、事情、それでもこうやってし、ああ、翔、少し、ああ、構わない。それに俺も見、よし、呪符は完成した。こっちも戦機革新が完成したぞ。よし、他の人に先を越されないよ。お腹が痛い。ねえ、なるほど、戦機革では、ここに戦、なんだって、もう終わりなのか。はあ、頑張りましたが。では皆さんには軍玉閣へと。あれ、北斗がいない。北斗さんは用事があり少し遅れるとのことです。では、こちらに私と一緒に来てください。じゃあオイラたちは先に、最後に軍玉。戦火呪符と戦機革新を組み合わせて、グッ、これでグッ、みんなやったぜ。ウン先生がここに来、はい、行幸さんのご意見を伺いたいのです。雲先生が心を込めて準備してきた劇、きっと壮大な物語なのでしょう。ここは天高く舞う楼閣、絶景を一望。行幸さん、ありがとうございます。名演を楽しむ旅人さん、神格さん、そしてパイも。あなたは、質問したいことを念のため言っておくけれど。おお、さす、商売はあなたたちが思っているほど、もしモラを稼ぐ方法を聞きたいのであれば。おい、すべて顔に書いてあるんだ。もしモラに困ったら私が雇ってあげる。報酬については最高水準。やったぞ、オイラたちが聞きたいことは。も我もいい、もちろん感謝する。しかし、そう、めったにない機、もったいな、行幸殿。へえ、リーウェコーは、つまり大切なのは貴族意識。そう、その地で出会った人。とにかくリー、承知した。よう、話し中か。
野暮用で戦隊に戻っててな。あ、ちょうど北斗の私か。ああ、陽子、あれはかなり厄介だ。心配ないわ。ならいい。だが気をつけろよ、油断。北斗、陽子、軍玉閣が空高く登った時、自然とわかるはずよ。でも初めて軍玉閣を訪れた時、私は高台の端に立ち、空からリーウェ港を眺めたわ。その時、今でも私の願いは変わった。私が願う、みんなも一緒に昇空儀式。現れたわね、渦の酔いバッセ。誰なんだそいつは。あのオセルの妻、渦の魔人の最後の追従者よ。陽子は最初から知ってたのか。海洋の変化に勘が鋭い北斗は以前から私に警告していた。この時期に軍玉閣を再建したのも、バッセが持つ軍玉閣への憎しみを利用し海から誘い出すためよ。その必要はないわ。今はもはや人間が統治する時代。この訪れし危機、リウエコーの人々は自らの力で乗り越えなければならない。存在自体が周りに危険をもたらす。お前は生来そういう運命なのだ。彼女の命と引き換えにこのまま死んでくれれば。他人のため力を使いたいと思った時、人間社会にも溶け込むことができるだろう。
ぬしろ、なぜついてきた。神格一人を危険な目に遭わせるわけにはいかないだろ。そう危険なことでもない。 TUF の人々はこのことをすでに想定していたのだろう。かの者はすでに手負いであった。あやつは執念で持ちこたえているだけに過ぎない。我も体力を消耗したが、かような命のやり取りは我の方が得意であろう。オイラたちも力になるぞ。動かないでね。話が通じないなら叩くまででしょう。熱々でしょ。やあグオパー、いいよ、頑張るよ。質量に従え、念の表情。これが海山を滅ぼした力だ。動かないでね。力を使って我一人であやつを始末しようと。だが心配。先ほど水の中で一体何が。すでに解決した。水中。そう、無事で。陽光様、船体からの報告によると水の魔物。ご苦労様。陽光様がもちろん助けに来てくれたこの戦艦軍を代表して。我は。そうか、それは何よりだ。だがひとまずは長いこと影から見ていたようですが。わらわの意見を。それは否定しません。しかし彼女がこの場に。それにいざという時にはまた軍玉閣を。人間が模倣し手を。失敗か。今回は天柱園の座にいる神格よ。今回。ああ、だが想像。ならばよい。ふむ、あれこれ話をしておったら。それはかた。そうか、まあ聞きたくないのであればよかろう。今回は二人とも、まずはゆっくりと軍玉閣の再建と。わあ、みん軍玉閣
で行幸の宴に参加。ここに集まってくれた方々、お酒が飲めない人は聞いたか。ああ、今回神女壁館という演目をやるらしい。雲先生の父が執筆した劇とのことだ。あまりにも楽しみでここ2、3日よく眠れなくってな。あ、見て、雲先生が舞台に。这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，唱与诸位。茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚此时。私の舞台はいかがでしたでしょうか。すっごくよかったぞ。機会があったらオイラにも演技の仕方を教えてくれ。見事であった。そして礼を言わせてくれ。いいえ、あなたのおかげで真の壁館をより完璧なものに仕上げることができたのです。劇の幕は下りましたが、あなたの人生はこの先も続いていきます。将来きっとリーウェイ校に馴染むことができると私は思いますよ。ああ、感謝する。我も変わるためのきっかけを見つけられたようだ。雲先生、ここにいたのか。ん？そこの白い髪の姉ちゃん、ただ者じゃないようだな。まるで仙人みたいだな。ん？まさかお前があの神女なのか。それにそっちは有名な旅人じゃないか。ああ、今日は本当に来た甲斐があったな。椅子をこっちに持ってきても。残りの酒を目や鼻で飲みたくなければ。この感じ、初めて神格と会った。神格落ち着。
私はディシア。あんたの雇いたがってた傭兵だ。さて、どんな依頼があるんだ？喧嘩か？それとも護送か？言ってくれればどんなことでもやるぜ。手合わせならいつでも付き合おう。手合わせならいつでも付き合おう。
必ず制裁される。はWe'll be right back.
聞こえたわ。よっよっ。はっ。この匂いがまた変わった。邪魔しないでほしい。深呼吸をして。大きな風船を膨らませながら、高校の匂いがまた変わった。そこに眠気を閉じ込めるの。風船よ、飛んでけー。邪魔しないでほしい。高校の匂いがまた変わった。
仕方ないでね。料理の時間だよ。話が通じないなら叩く。頑張るよ。当然だ。そこ。ゆえぐい。よく見ておけ。宝を見つけたら次は酒だ。手合わせならいつでも付き合おう。